どうもみさん、こんにちは。タバコ吸ってるキャバ嬢臭い。はい、始まりました、はい、今日なんですけども、まあ、ラホさんにドッキリをやっていこうかなと思いまして、新人マネージャーの恒例の行事なんですけど、自分が借金あるというのでラホさんがどう対応してくれるかみたいな、貸すのか貸さないのかっていう。鈴木さんだったらなんかいけそうな気もしますけどね。僕もいける気がする。まあ、で、金額は1億。1億思い切って1億いこうかなって思ってます、バンク。どうなんすかね。まあ、ラファさんだったらなんかまあ、なんかもう、出すよね。いけそうな気もしますけどね。結構やってるじゃないですか、以前にも。まあね。まあ、お金も相当ね、使い方荒いしね。まあ、1億全然平気で持ってると思うから。そうですね。もし、じゃあ、1億もらえたら、山分けね。折半です。折半です。5000万、5000万。じゃあ行きましょう。じゃあ行きましょう、はい。お願いします。お願いします。日水456円、21円。ああ。丸波日曜1953円。ああ。坂田2781円。34円高。いや、当初買う。ああ。ああ、だよ。ああ、しんど。ラファ、こいつは、ちょっと、とっても言いにくいんですけど、俺コロナの知ってるで。いや、コロナはもう、知ってるのは知ってます、お前コロナ黙ってたつもりかもしれんけど、お前に移した俺やから。俺それ黙ってたけど。まあ、そうっすね、いや、もうそれどころじゃないっす。どうしたもう、笑えないぐらい。え、マジ、まだ実は僕はね、面接の時でも、もう行けなかったんですけど、1億円です。マジ？何で作った？僕が直接借金したわけじゃなくて、肩代わり的な感じで。はぁ？何言ってんのお前、はい、誰の肩代わりなお前それ実際に。いつからなの？いつからで誰の肩代わりなのそれ。実際はほやほや。僕も親が借金してること実際知らなかった。いつからって言ったら、でも、いつから僕は昨日知りました。どこから続きた？国から来ました。はぁ、あ、?1 億、はい、?1 億だもん、普通の人も借金できへんぞ。確かに。僕んち普通じゃないです。6円高。トムシス1698円、17円安。で、どうすんねん。ちょっと。ガチ？ガチ。これは。ガチ借金？ガチ借金です。僕もなんかどうしようかなと思って。どうしたらいいですかね。まあ相談も込みでっていうか。相談するってことはさ、はい、俺もほんと言いたいんだけど、はい、その何かが変わるかもしれんと思ってのことやんか、発想やんか。報告と相談違うやんか。はい。まあ相談兼、うん、まあ、ちょっとお借りしようかな。お借りしたいな。いや、相談兼相談やなされたら。はい、もうお願いやもん。お願いです、これ。力を貸してほしいです。え、それ借金返して終わりの、それで。それで終わりな。どうかも。まあまあ、もう連絡取れないです。そんなんか。今、親は連絡取れないです。そんなことありえますかね。いや、ありえんな。どうするやつよ、それ。死んだらもう。なんか、臓器とか売れますしたっけ。売れるよ、基本。いくらでした？全部。アキレス腱が200万。腎臓高いっすよ。腎臓高い。あと、眼球も高い。眼球ですか？片方だったりする、いける？片方なら大丈夫。うん。両目はちょっと。ヘレンキラーでも、両目見えへんからな。両目、あかんか？
無記憶やからな。両目だからあかんの。両目は嫌です。いやそれきついな。そんなん俺急に言われてもきついな。それなんか方法みたいなのね。1億、はい、で1億どうやって作っていくかっていう。そうですね。うん、貸すっていう選択肢ないから、まずお前に対して俺が。え、何ですか。いやその昨日今日入ったようなさ、まあまあまあそうですね、そんなやつにさ、ま、貸すわけないやんか。そうですね。そのコロナっていうのずっと内緒にしてるやつに。うん。え、逆に貸してもらえると思った。いやもう1億もらえたら山分けでお願いしようかなっていうのも、まあ相談してもししていただけるなら山分けで。結構まあマジな話だね。その借金の事実を知ってから自己破産っていうのできるんだよ。ああ、その自己破産って放棄みたいな。いやし、だいたい親が俺の前で1億、俺も借金背負ったけど、俺の前家族いたから血縁が俺しかおらんかったから、まあお姉ちゃんおったけど、だからね、別に家族おるうちじゃまずお前に来へんけど、普通に考えて。それでちょっとおかしいけどな。まあその人が捕まれへんからってことでお前に連絡来てるっていうレベルの話だと思うけど、まあでも死んだらどっちにしても間違いなくお前に来るし、どうせそのババアまで返しおれへんから、どうだもんじゃないから、お前のババアなんか、お前で言ったら、俺は。うん。親の顔見てみたいって言うけど、お前の顔見るまでもないわな。想像できるもん、お前の親の顔。マジで。ろくなもんじゃないって。それで言うと、まあ、その見る必要はないな。初めてのパターンやな、見る必要ないって。俺今、大体どんなもんでもムカついてない。俺のまま見てみたいなとか、どんなような育てられてたやなって興味があるけど、わかんもんな。どんな感じになってるかわかんない。だから、そういう意味ではどっちかお前が借金するってのは事実、変わらんもんね。兄弟はいいよ。もし一人子だもん。はい。マジでその理由はわがままちゃうな、お前。そうですね。珍しいな。もう、優しく育てられた。え、で、おかん、今どこ行ってるんだっけ。わかんないです。うん。どうする、どうするってもうどうしようないで、ほんまに。そんな相談されてるの無理やで。その、ほんま臓器売るとかそんなの以外もう俺らアテンドできへんで、そういうこと以外は。うまいする。まあそうっすね、すぐちょっと借りるっていうのは甘いっすね。うん、考えがちょっと甘いな。どのぐらい甘いか言ったのか、はい、タレントかな、はい、まあ地方で可愛いっつって満を持して東京に出てきてな、雑誌の表紙飾ってるタレントかな、プロデューサーとしてな、私もこれで売れると思ってるから甘い。そんなことないから、それみんなやってるから、プロデューサーと一致全員漏れなく、漏れなくって意味わかる。はい、うん、漏れなく全員当たんねん、抽選で当たる。だからそれが甘いよな。甘すぎるよな、考え方が。どうしましょう。どうしましょうって言われてどうしようもないの。しかないよね。逆にどうせんの、俺がしないの。え、どうせん、え、エクセルがしないの。そういうわけじゃないです。逆にどうすればいいのお前、マジで。押してもらっていいですか。あの、じゃあ大成建設790円9円安、大林1215円17円安。もうあのしてください。あの、はい、もう大丈夫です。借金なんか自己破産すればいいかな。もうその辺全くわかんないです、詳しく。その自己破産っていうかできるって。本当ですか。簡単にできます。できる。芝居のスクランブル交差点行って、はい、真ん中で、はい、自己破産しますっつって両手上げていける。黄色信号の時にな。僕も自己破産します、自己破産しますねん、もう無理ですねんってやったらいけるよ、自己破産。全然笑えないです。いや、全然笑かそうと思って。もういい、もうその話終わったんだったらもうええけど、返しばらくお前の1億の借金の話なんかどうでもいいね。いや今日の株負けだな。株難しいわ、やっぱ。ちょっと僕のおじいちゃんよく聞いてましたよ、それ。何円安って聞いてたやろ。聞いてました。株難しいわ。はぁ、あ、難しいな、株やっぱ。きついわ。よっしゃ。1363円、71円安、1500円。